皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はウクレレソロ弾き方解説、クリスマスソングのジングルベルロックをお送りしたいと思います。今回使用しますウクレレはこちらです。エルビスのヒロワン S、 ソプラノサイズのマンゴーウッドボディですね。してますね。はい、まずは実際のアレンジどういう風になってますかというところを聞いていただきたいと思います。どうぞ。聞いていただきました、ジングルベルロック、BJ はですね、親指を使ってピッキングして弾いてあります。今回使用しましたのはハイ G のウクレレなんですが、この曲はハイ G でもロー G でもどちらでも弾いて楽しんでいただくことができます。それでは実際手元のアップを確認していただきながら、運指ですね、運ぶ指と書く運指、こちら指のどの指を使うかというところはこちらの手元アップ実際見ていただきながら、注意点などをお送りしたいと思います。はい、一番最初、薬指で1弦3フレットを押さえてください。こうですね、それを中指に変えます。で、どこも押さえないで中指で戻る。はい、このように2本同時に弾いて1弦は弾かないですね。今こういう状態の時は3弦弾いて2弦弾いて、弾いた指を1弦に乗せて、こちらですね、親指1弦に乗せて止めてあげてください。そうするとこの2本綺麗に出すことができます。空中に持ち上げてしまうと、両方の音が均等に同じぐらいの音量で出すっていうのは難しくなってくる場合があります。こう2本引き上げてしまう、こうやって、隣の弦に乗せるということを覚えておいてください。はい、その次いきます。こうですね、はい、でその後、はい、これ中指ずっとここ押さえっぱなしでいいですよ。はい、これずっと中指押さえてます。3弦2フレットですね。こうです。はい、で人差し指に変えて、でこの薬指を寝かしてターンターンで、今までのところの繰り返しになります。こうですね、はい、はい、はい、こういきまして、こう小指で言っていただくと、次人差し指、ここ中指に取り替えてください。こうですね、こういきます。はい、人差し指で2フレット、そうですね、はい、で次は G のコードです。はい、この休符なんですけども、小指こちらを全部の弦に乗せるのと同時に今押さえてる指を浮かせる、浮かせるだけでは
これなんか音がふわんって残ってるの分かります？これあの4弦が共鳴してるんです。その4弦を小指で止めるイメージです。こうです。小指で4弦に触れてあげると押さえ込むんじゃないですよ。4弦に触れる、これだけで完全に音が切れます。小指乗せるのと乗せないのやってますね。乗せない場合なんか分かります？うーんって残ってますよね。小指乗せますね。こうです。はいはい、こうやって音を止めてください。でその後はこの2弦3フレット同じままの薬指で、でどこも押さえないで、どこも押さえない間に次の G7 の指を用意しておいてください。ここも止めます。はい、ここ止めた時に残りますね。これ残るのをどこで止めてるかというと、中指をこのちょっと上にスライドさせてこうやって止めてもらうといいです。はい、こうして、で先ほどまでこと同じフレーズなんですけども、ここは薬指使ってますので小指でいきましょう。こうですね。はい、でこの後なんですけども人工ハーモニクスです。はい、今押さえてるところの12フレット上、今2弦は1フレット押さえてますのでプラス12で13フレットあたり、これフレットはないんですけど、人工ハーモニクス出すためにはフレットは必要ないんですね。フレットの大体の位置をイメージして13フレットあたりに指を軽く弦に触るか触ってないかぐらい乗せてピッキングします。こうです。でピッキングした時にこういうちょっとキンって音が出ますね。出たと同時に指を離す。この人差し指を離す。こうです。で、次、1弦なんですけども、今どこも押さえてないんですね。そのプラス12フレット上なので、12フレットの真上。で、これは、フレットを押さえる場合、12フレットを押さえてくださいっていうと、皆さん11フレットと12フレットの間のこの部分を押さえますね。人工ハーモニクスはそのフレットの真上です。真上にこちらの右手の人差し指を乗せて親指でピッキングします。こうですね。こうです。触れすぎない、ここがミソです。で、音が出ない場合はこうやって左右に軽く触れながら動かしてください。全く音しないところから、こういう、なんとなくキーンっていう、こういう音出ますよね。ここがジャストの場所です。はい、こういう風にやってみてください。どうしても強く押さえちゃう人がいるんですが、強く押さえるんじゃないんです。通常こうやって弾くと弦が振動しますね。その振動を軽く触って、ちょっと阻害してるような感じです。完全に押さえ込んで止めてしまうんじゃなくて、軽くこう弦に触れながらこうやって弾くと、こういう綺麗な音が出ます。はい、オクターブ上の音が出るんですが、これを人工ハーモニクスと言います。試してみてください。はい、その後いきますね。はい、小指で5戻ります。はい、小指で4、人差し指、次がこうです。繰り返し、はい、はい、1弦の開放を弾いてる間に左手をグーッと持ってきて人差し指で7フレット押さえてください。3弦と2弦です。薬で10。はい、で8に中指2弦、人差し指は7です。こうですね。で、人差し指を5に持っていって中指で7、小指で10です。で薬指で8。で次なんですけど、 P って書いてあるのはプリングオフという奏法です。この7フレット、中指、はい、中指で弾いて音程を変える奏法、これをプリングオフというんですけども、ピッキングは1回だけ、7フレットをピッキングして今度はこちら左手の中指で弦を弾く、これで音程を変えます。こういう感じになりますね。はい、次が8、薬指、中指で7で、スッと落として薬指で1弦の3、
はい、ジングルベルロックをお送りいたしました。わりかし簡単に弾けると思いますので、じっくりとですね、楽しみながら弾いていただければと思います。まだまだクリスマスに間に合いますから、ぜひですね、お家でパーティーなんかケーキ食べながらちょっとウクレレを奏でていただくのにもいいんではないでしょうか。はい、今回解説に使用しましたウクレレはこちらです。エルビスのヒロワンS、ソプラノサイズのボディがマンゴーのウクレレです。はい、クリスタル仕上げ。はい、キラキラとした綺麗な塗装ですね。通常こういう塗装がキラキラとしたウクレレって分厚い塗装でキラキラさしてるのが多いんですが、このエルビスはそれほど厚い塗装ではないんですね。はい、ですのでボディもしっかりなると思います。ただまあ鳴らすにはある程度引き込んであげてくださいね。トップ板が短板ですので、引き込めば引き込むほどいい音で鳴ってくると思います。ちなみにフロロカーボンの弦を張っております。スリートのフロロカーボンなんですけどね。このウクレレの価格や詳細などおまけもたくさんついてますからね。詳しくは動画下の概要欄のところに商品リンク貼っておきます。それから QR コードさっきから出てますよね。テレビで見てる方はこの QR コードをスマホでチッてやっていただくと商品ページに飛ぶようになってますので、そちらもご利用ください。ということで BJ のウクレレ講座、今回のスポンサーはエルビスでお送りいたしました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰る家はありますか。暖かい日が灯る